こんにちは、山本恵美です。今日はですね、あの私の気づきというかとね、夏休みの前あたりにですね、耳のなんていうの、中にね、ほくろができたんですよ。で、それで、お医者さんに行ったんですね、皮膚科に。したら、これちょっとやばいかもみたいな。でも皮膚がんとかでもうこういうの、日光がそんなにガンガン当たらないところにできる変な形のほくろって結構リンパまで行ってる可能性があるっていう、なんか結構だから、がんですね。しかも結構厳しいがんの可能性があるっていうことは言われなかったんですけど、お医者さんが3人出てきました。ファーストオピニオン、セコンドオピニオン、サードオピニオンで出した結果が、もうすぐ手術をした方がいいっていうことだったんですね。手術はもちろん全部取る。でも耳の一部なんでね、あんまり今は分かんないんですけど、全部取る、耳の一部を取るっていうことと、あと何だったかな、それで再検査ですね。それがその本当に危ないがん細胞なのかっていうのかな、を検査するっていうことでした。で、夏休みも入っていたんで、結果が分かるまでに1ヶ月ぐらいかかったのかな。でもお医者さんは結構みんな嫌な顔したんですよね。うわ、これやべえんじゃんみたいな感じで、結構イタリアの病院ってのろいんですけど、その時にはもうすごい早かったですね、対処が。もう今週中か来週中にはした方がいいよみたいな、そんな早く手術できるのみたいな感じで、お医者さんも結構ちょっと心配してたみたいな感じはあったんですよね。私はあんまり心配してなかったんですけど、一応Google とか見るとですね、 Google じゃないですか、そういうやばいなーみたいな感じなんですよ。で、やっぱり痛みとかもないし、で、そういうなんていう場所にできたのはかなりやばい、ほくろの可能性があるみたいで、もしかしたら私死ぬかもしれないんだってちょっと不謹慎ですけど、その時思ったんですよ。不謹慎なのかよくわかんないけど、で、死ぬんだみたいな、どうしよう、死ぬのかみたいな感じで、で、やっぱね、その時にね、失って悲しいこととか楽しかったことを思い出すんですよ。なんか失いたくないものっていうのかな、楽しかったことっていうかな、またやりたいなと思うことですね、やっぱりね、こう生きてるうちでやっとこうと思うことみたいな。でさ、その時さ、美味しいお酒を飲むとか、めっちゃいいセックスをするとかって思うやん私だし。でも出てきたのがすごい驚いたんだけど、普通の生活で娘たちと夕飯とかを食べて、娘たちがバカなことを言っているみたいな、普通に。なんかその、うち結構夕飯を家族でみんなで食べるんですね。で、昼食も結構みんなで食べるかな、時間が合えばっていうような生活ができているんですよ。コロナでね、家にいるっていうのも多いからなんですけど、でもね、なんかそういうね、ルーティンっていうんですか、当たり前のルーティン、普通のこと、なんかささやかなことですよね、がすごいね、なんか、これ失いたくないなっていうか、これが懐かしいなと思ったんですよ。これまたやりたいなっていうか、どうせやるんですけど、毎日生きてるから。で、なんか思ったのが、いつもなんか特別なことを、旅行したいなとか、セックスしたいなとか、その美味しいもの食べたいなとか、何でもいいですけど、特別なことをしようと忙しくしている割には、失って嫌なものはささやかな幸せなんだなというか、習慣というかね、普通の生活なんだなと思ったでしょ。だからなんか普通の生活の楽しさとか喜びとか、もちろんすごい大変なんですけど、子供がね、小さかった、でもなんかその子供が小さい時はご飯をこぼしたりとかいろいろあるし、なんかすごい大変、ご飯食べるのね、大変だったりとかするじゃないですか。でもそういうことがなんか価値のあるものなんだなってその時思いました。だからそういうものをしっかり味わう人生っていうのは豊かなものなんだなと思ったんです。で、そういうものってなんていうのかな、誰も奪ったりとか特別なことじゃないんですよ。一緒にカップラーメン食べたっていいんです。ただその時の気分とかを
しっかり味わう、すごい当たり前な人生をきちんと生きていくっていう、それがね、死ぬ時に欲しいと思うものなんだなみたいな、豊かさなんだなと思いました。まあもちろんね、だからそんなにお金とかも必要ないし、旅行とかめくるめくセックスとか必要ないんだなとちょっとびっくりしました。ちょっと悟ったんですけどね、その時は。まあ一瞬でした、まあ一瞬でしたっていうのはあれですけど、あんまり私死ぬことに対して恐怖もないんで忘れてて、で病院に行ったら結局その、まあ、先生たちが言うに検査をしたらその細胞はがん細胞じゃなかったと。で先生もすごいホッとしてくれて、ああよかったよかったみたいな感じで、で、まあ、周りの何人かの人にそのことを言ってしまったので、心配かけてしまう、逆に心配かけてしまったみたいな、周りの人にはっていう感じでですね、まあ、家族もあんまり心配してなかったっていうか感じでしたね。ということで失ったら一番悲しいものって実は普通にささやかな食事をすることや喧嘩をしながら、怒りながら生きていく、なんていうの、普通の日常生活なんだなっていうことが、それを味わうっていうことがすごく大切で、それが人生の豊かさを与えているっていうことに、まあ、ちょっぴり気づいた話を今日はしましたということで、ご視聴ありがとうございました。また他のエピソードもぜひお聞きしてください。